サーフトレーナーの佐藤です。あやみです。今日の水着のポイントは、今日の水着のポイントは後ろのカットの小ささです。うわだそうです。それでは早速始めてみましょう。はい、今日は下半身の基本動作です。それでは実際にやってもらいましょう。まずは屈伸です。おお、屈伸です。どうぞ。普通に膝を曲げて伸ばす動作です。誰でもが知っているエクササイズです。ポイントはしっかりと膝を曲げることです。簡単なようで難しいです。そして2つ目、続けていきましょう。膝を回します。これもできる範囲で大きく回します。そして3つ目、次がポイントです。足を開いて膝を回しましょう。これは膝を回していますが、使っているのは股関節です。ここがポイントです。膝を回しながら股関節を意識しましょう。それでは少しチェックポイントです。ちょっと後ろ向きでお願いします。かかとを上げて屈伸をしてみてください。そうです、最初はこのようにかかとが浮いた状態での屈伸で結構です。慣れてきたらかかとをつけていきましょう。これは簡単なようで難しいです。はい、結構です。非常にあやめさんは綺麗にやってくれていますが、非常に特に膝を回した股関節の動きは非常に難しいので、少しずつできる範囲で行ってみてください。どうでしたか今日は。はい気持ちよかったです。それでは次回のトレーニングで、メロウェーブ。